ポートリバーズの人生はポリバケツ。あ、ちょっとごめんなさい。ポケモン GO じゃないけどではない。忘れ、あー恥ずかしい、あー恥ずかしい。 OK です。じゃあお声してる AKB ファンさんか。こんばんは、こんばんは、こんばんは。金曜日です。つらよ、つらよだポケモンみたいになってる。なんか始まるぜ。恋してる AKB さん、ポケモンやってますか？今流行りの。そうだこれ、キスさんメッセージはメール開けばいい。なんか違うね。はい。メールを開けばいい。あ、メール、あ、ちょっと待ってください、ね。普通のメールじゃない。なじゃないですか。ああ、やっちゃった。普通のなんか、いつもとのあれが違うの。あれ？Gメール？あ、違います。これは。着てたよね。本当。ダウンミフィミーヒフミーヒフミーミフィーってウサギちゃんみたいな。こんばんは。ダウンロードしてしてないんですわ。あー、あれね、なんだった、なんかいろいろあるんですよ。味もやってないかわからないけど。ああ、ポケモン？うん。そう、ポケモンだし、ね、ポケモンね。ヒフミ、すいません。合ってな。間違えました。これなんですか？ミフィって言っちゃった。ミフィみたいな。ミフィミーミフィ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 みたいな感じですよ。はい、ミツさん、こんばんは。こんばんは。それではいきまーす。あっちマイクあげます。ポートリバーズの人生はポリバケツ。はい、7月27日はい水曜日、なんと水曜日、ポートリバーズの人生ポリバケツ第22回目でございます。はい、22回目まして、はい、ボーカルのあさみとたつのです。どうも。今日ちょんまげですか？今日はなんかタケコプター、あのタケコプター、てだこ祭りの時もタケコプターだったね。そう、飛びたいと思ってさ、飛んでいきたいと思ってたどこまで飛んだ全然飛ばん、重くてよ全然重くてあれじゃん。でもちょっと跳ねたよ。背びれとか、はい、胸びれとかにもつけた方がいいんじゃん。タケコプタいっぱい、うん、重いから風船みたいな感じでねそうなんだよ、一個ずん飛べない。早いね、7月最後の放送ですよ。本当だ、もう皆さんあれだ、あっちゅうま、世間はというか学生さんは夏休みだそうだ ね、夏休みいいな。夏休みっていつまで？8月末8月いっぱいくらいじゃないの。自分なんかの時も7月20日ぐらいからそれ変わらないんじゃん。それは一緒なんだ。なんかさ今さ、うん、自分なんか時1学期2学期3学期だとさ、はい、あんな感じじゃないみたいな、小学校とかどうなってんの。なんかなんだっけな、あ、前期後期みたいなやつか。そう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 、なんかあの夏休み終わって2学期とかじゃないんだよね。なんかまたなんかあるんだよね。だから夏休みも前半の後半みたいな。そうそう、夏休みが、秋休みがあるっつって、はい、沖縄は夏休みが長くて、うん、北海道は冬休みが長いって聞いたことあるんだけどさ。そうなの、うん、やっぱこの季節、その地方地方の季節に応じてなんかそんなのは聞いたことあるけどね。アメリカの
夏休みみたいなのは2ヶ月あるって確か。え2ヶ月か3ヶ月ぐらいあったんです。すごいね。しかも新学期が9月ぐらいから始まるとかなんとか、だからやっぱ日本と違うんだよね。これ夏休み皆さんどっか旅行とか行くんすかね。あつさんどっか旅行行きますか。行きますよ。おう、どこ行くんすか。ワイハーに。ワイハー、ワイハーに、ワイハーに8月頭から行きます。私おー、うん、どれぐらい行かれるんですか。2週間。2週間、うん、だからポリバケツはあの違う日が朝見が出てくるかな。違う日が朝見、うん、あワイハーに行ってる時は初めてのワイハー、ちょっと夏を満喫してこようかなと思いまして。おー、いいねはい、そうなんですよ。まあ夏休み始まった瞬間、私たち手だこ祭り、はい、初めて出演させていただきましたけど、ポートリバーズね、日曜日、去った日曜日どんなだった。超楽しかった。もうこのなんかさ本当に地元の祭りって、うん、言っちゃうさ、僕たち37年ぐらい生きてますけど、はい、僕の記憶では30回ぐらい行ってるはずなんですよ多分、うん、あまあ、そうだね、実質25回ぐらいかな。浦添市民は結構行ってるよね。行くと思いますよ。あっちも特にちっちゃい時はね、もう毎年当たり前のように行ってた祭りなんで、ね、お父さんに肩車されて花火見て、あんなちっちゃいお父さんに肩車されてもうちっちゃいみたいなやつだから肩車されても隣のおじさんとかとは同じ大きさ。さ、お父さんが140センチしかないから。ああそうだね。それでさ、でも近くで見たいってか花火、うん、目の真上に飛んでるんだよ、はい、花火は真上だけど、うん、もっと近くで見たいって言って、はい、あれしてくれたわけ。肩車したけれども全くそんなになんか近くにならない。じゃあ気持ちいい、ちょっと近くなるさ。お父さん待って待って、お父さん140センチしかないの。150、まあ、もう変わらんな。変わらんでしょ。変わらん。だから10センチ3番見て40センチって言ったんだけど、3番見て3番見て、ね、あれだわ今日、うん、でも子供の時って、うん、やっぱりちょっとお父さんの肩車されたらウキウキするさ。でそれで花火見たら、はい、あのめっちゃ特等席だわけさ。はいはいはい。で本当にそれで見たの覚えてて、あの時はあのニュータウンのあの道もほこてんになってて、ほうほう、あそこで見たわけ。でそうなんだ。あの肩車されてちょっと近くなったもんで、うん、花火と、うん、逆に怖くてギャーギャー泣いて叫ぶっていう。私が昔あれですもんね、あの市民会館があったあの辺ぐらいから花火って上げてた。違うか。あ、分からん。上げてる場所は分からない。どこから上げてたのかな。そうそう、あっちから昔上げてたわけ。で、そうなんだ。ただですよ、僕あの、いかんせん実家めっちゃ近いんで、会場から徒歩2分ぐらい、うんうんうん、この屋上登ってバーンって真上から花火、真上花火。それこそあんな人混みに揉まれなくても、あ、全然すぐ見えるっていうね。そう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 。だからとりあえず焼きそばとか、トウモロコシとか、うん、買うだけ買って、うん、帰ってきて、うん、花火は屋上で見るっていうのが自分なんかのこの家族のあれだったかな。うん、昔はいいね、うん、それはいいね。だからいやいいと思うでしょ。いいと思うよ。たださ家近すぎると、うん、花火の後屋上がめっちゃ汚れる、うん、あのこのなんか火の粉というか残骸みたいな、ね、残骸みたいなやつがボブルルって、ね、だって今回も私たちがライブしたとスカイザレミットやって、はい、その後花火で、うん、物販のとこ座ってたら水入れてるコップにどんどん火薬のなんか灰みたいなのが落ちてきたもんね、はい、落ちてき、あれ飲んだよ俺間違って。あれすごいね。ライトで見たら灰もすごい散ってて、うん、なんか花火もすごい綺麗だったけどこんなにすごいんだもんね。火薬言ったら花火の後やっぱ掃除しないといけないんだろうね、うんうん、だから掃除してたんだよね、手だこ祭り会場は。どっから開けてるんだろうね。月曜日、あ、今回はあっち、石工風があるところ。ああ、城址公園らへん。そう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 、あっちから開けてる。いやいやいや、でもね、嬉しかったね。やっぱ自分たちは浦添市民だから、はい。いろんな祭り出演したいけど、やっぱり手だこ祭りは、もう、あっちはさ、もう、キューちゃんとかはニュータウナーの時に出た時があるさ。はい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 。でも、あっち、ま、昔から、この夢ではあったんだけど出たことはなかったから、うん、あーポートリバーズでこんなして、この夜っっ、ね、出演できて嬉しかったな。ただ浦添手だこ祭り、うん、一番好きな祭りなんですけれども、うん、他の祭りも大好きなんで、うん、ぜひぜひ聞いてる関係者の方がいられましたら、うん、お声かけください。どの祭りでも、市長に、ね、市長にお願いしたよ。松本市長に。ほう。
あち、あ、来年もぜひ出たいのでよろしくお願いします。あ、出たこ祭りですか。ね、もうすぐ今週は夜なばる大綱引きとかさ、うんうん、名護祭りとかさ、うん、あって来週ぐらいに羽衣があるのかな。そうだね、どんどんお祭りって続いていきますからね。あとあれだよ、南が読谷村出身だから、うん、読谷祭りとかも出たいよね。ああ、そうっすね。聞いたら南情報だから、うん、本当かどうか分からんけど11月って言ってたわけ。あてにならんな。俺後で調べようかな。ちょっとね、読谷の祭りにもね、はい、もうなんか那覇祭りも出たいっすね。だからね、もう祭りという祭りは全部出たいですよ。本当だよね。ポートリバーズは夏ね、フェスティバルしたいね、もっとね。そう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 、うん、超気持ちかったな。もう本当にさ、何度も言うけど、うん、ステージから、うん、まあ、ステージを見ることって、うん、普通さ、うん、みんなさ見るじゃないですか、うん、ステージから、うん、あんだけのお客さんを見るってなかなかないじゃないですか。そうだね、すごい、何万人の人がいた。本当に本当だよね、何万人の人がいた。まあ、もちろんこのステージの目の前の芝生とかにもみんないっぱいいたけど、上から見てる人たちも、そうそうそう、ね、もう周りもね、ガーって、うん、ちょい、なんか屋台してる人たちも、上から3階で屋台してる人たちも見てくれてたし、あれなんだろうね、なんか近くのアパートからも見てくれてたし、ドームとかさ、野球場とかでライブしたらあんな感じになるんじゃないですか、うんうんうん、ひょっとしてね、うん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 、だからちょっと気持ちは福山雅治みたいな感じだったもんね。なんかそうなんだ、うん、だっただった。だけど、あ、そう、その後ポートリバーズは、うんうん、あれなんだよ、スカイザリミットと一緒に豊年音頭ね、豊年音頭ね、セッションして踊ってして、でまさかの、うん、立つのカチャーシーが死にうまいって、ギターよりカチャーシーがうまいって、しかも違うんだよこれ、普通の人に言われるんだったらいいけど、うん、あれだもんね、この羽衣祭りってカチャーシー大会があるじゃないですか、うんうん、で第3回のカチャーシー大会で優勝した人に、うん、俺久しぶりにこんなにうまいカチャーシーの人見たな、優勝したって言ってた、うん、そうだよ、3位って言ってた、あ、3位って言ってた、まあ、3位も優勝もすごいと思うんだけど、あ、そっか、でもそれでも立つのはすごかったなカチャーシーってから、まさかのカチャーシーかよみたいな。まあいいんじゃない、だからその時いいメンバーも、あ、じゃあ今度からプロフィール、パフォーマー、あ、ギター三振パフォーマーカチャーシー、カチャーシーでの担当を立つのにしようかって言ってたもんね。なんか祭りの時はもう豊年音でやった方がいいんじゃないですか。もうライブハウスでもさ、入場する時立つのカチャーシーで出てこればいいんじゃない。あ、いいね、あれやっぱり上手だよ、多分誰が見ても上手だと思う。本当やっぱ米尾さんの血を引いてるかわからない、お父さんの、いやいや習ったことないですよ僕。カチャーシーなんて、いやーすごかったと思う。いやでも楽しかったね、はい、うん、またぜひ来年も出れたらぜひ出たいなって思う。あ、見て今ツイキャスでですよ、うん、北中城祭りお願いしますって、いや分かるよ、北中城祭りってあるでしょ、潮祭祭りでしょ。北中城祭りは去年見に行きましたよね、見に行ったよ。うん、人いっぱいいるよ、友達、まなみが友達だけど、まなみがライブ出るって言って見に行ったよ。そうそう、うん、いやいや、ぜひこれお願いしますって、はい、じゃあこちらこそお願いしますって言ったら、こちらこそお願いします、そしたら出れるの。絶対嘘でしょ。このさ、リスナーのツイキャスしてる皆さんとかでポートリバーズ押していただいて、北中グス君にね。あれ何月っけ、9月か10月だったっけ、あれ結構涼しかったんじゃない、だったよね、これこんなに夏な感じじゃなかったと思う、うん、はい、はいや、祭りは楽しかったな。いい、ね、そうだから、おかげで日焼けもまだまだすごいし、うん、いや夏なんで ね、 そうね、沖縄夏なんで、まだ始まったばかりなんで、そう、ね、はい、どんどん楽しんでいこうかと思ってますよ。と、はい、いうわけで、7月最後のポートリバーズの人生はポリバケツですが、今日のメッセージテーマ、おい、あー恥ずかしい、あー恥ずかしい、もう呆れるぐらい恥ずかしい思いをしたこと、これ どういうこと、恥ずかしいなのか、うん、恥ずかしいなのか、あ、まあ、どっちでもよ、やっちゃったっていう恥ずかしいでもいいし、うん、いろんなあんなこんな恥ずかしいエピソードを、まあ、いろんな恥ずかしさ、
過去にあった恥ずかしかったエピソードを教えてください、はい、ね、私たちがあの笑いで吹き飛ばすので、はい、よく言うで、人に言えないぐらい恥ずかしいこといっぱいしてきてるけど、あ、ね、37年生きてきて、はい、そうでしょ、そうっす、だけど、他の人たちの恥ずかしいことも聞いてみたいなと思って、皆さんの恥ずかしい、はい、聞いてみよう、恥ずかしいエピソードメッセージください、はい、よろしくお願いします。そして、お悩みがある方は勝手に解決しちゃいますので、お悩みの、メッセージもお待ちしてます。はい、あとですね、引き続きスポンサー大募集、はい、お願いします。はい、メールアドレスは797@fmgino1.com797@fmgino1.com、 ユーストリームとツイキャスも同時配信してますので、たくさんのツイートお待ちしております。この番組はギノワンヒューマンステージの提供でお届けいたします。マッソー、ナイスなオープニングと盛り上がりました。これ血がないからね。そう、恥ずかしかったこと、そう、恥ずかしかったこと、そっか、ヨギシコさん、あれだ、北中だからだ、うん、お、あらがま、あらがま、ちゃちゃ、あららがまサイガーさん、テタコ祭りポートリバーズ見ましたって、おお、ありがとうございます、ありがとうございます。あららがまサイガー、すごいなんかな、あの、FM コザで、おお、あ、はい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 、ズミサイガーよ。あの、ズミサイガーって書いてる、どこによ、ほら、あ、ほんとだ、ズミサイガー。20秒でシーム開けます。はい、これからやるんです、そうだね、10秒前、9、8、マイク上げておきます、おい、5、4、3、2、1、ポートリバースの人生はポーリバーケツ。はい、今日のお題は、あー恥ずかしいということで、恥ずかしかった、あんなこんな、皆さんからのメッセージお待ちしてます。おい、はい、メッセージ来てますよ。はい、じゃあ2つのから読んでください。ポリコネーム、マンゴーマンさん、マンゴーマンさん、ありがとうございます、ありがとうございます。こんばんは、週末のテダコ祭りお疲れ様でした、ありがとうございます。そして先週は初投稿読んでいただきありがとうございました。おい、辰野さんのレアピックいついただけるのかな。いつでもいいですよ。レアなんだ。いや、レアなのかな。いや、来たらあげますよ、僕ひょってあげますよ、うん、はい、さて今週のテーマ、ああ恥ずかしいですが、昔付き合ってた彼氏と居酒屋に行った時の出来事。途中トイレに行き、用を足しているとガチャッと音がした瞬間、うん、トイレの扉全開に開けられたのです。やば、しかも和式トイレ、やば、しかも隣の席で飲んでいた知らないグループのおじさん、やば、ごめんねと軽く言って、酔っていたおじさんは扉を閉めました。うん、その場を彼氏に見られてはいませんでしたが、トイレから出て席に戻るとき、ドアを開けたおじさんのグループはこちらをニヤニヤ笑いながらガン見。あ、やだやだやだ。恥ずかしさのあまり、私は彼氏に事情を話すことなく、彼氏と居酒屋を足早に出ました。未だになぜ鍵をかけていたドアが開いたのか謎ですし、うん、それ以後その居酒屋には行ってません。トラウマでトイレに入るときは鍵をかけ、手でドアを押さえています。マジか。ではでは、長文失礼いたしました、うん、タンクトップ姿がイケメンな Q さんのドラムスティックプレゼント希望ということです。マンゴーマさん、ありがとうございます。これ結構あるあるのやつだ。これさ、もうさ、これ酔っ払ってたんでしょ。だって鍵閉めてたらまず開かないさ。鍵かけてたつもりが半掛けだったんじゃない。あ、鍵かけかけた、鍵かけてなかった、うん、鍵かけてたつもりが鍵かけてなかった。ちょっと来たみたいになってる。いや、あれ違う、あの鍵はかけたんだけど、うん、なんていうの、ちゃんとインしてから鍵閉めないと鍵ってかからないさ。オープンの時に鍵開けたらオープンではあるさ。そう、だからでも鍵はかけているはいるさ、かかってはいないけど、だからかかってなかったわけ。鍵はかけたけどかかってないだけで、かかってない、オープンの状態で鍵あかけたんだろうな。ちょっといい感じにほろ酔いぐらいで、ほろ酔いだったんですね。でもこのしかもさ、おじさんたちキモいな。別にさ、あのスルーしてあげたらいいさ。しかもこの見た人がニヤ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 。いや、これさ、うん、なんでかっていうと、例えばですよ、あの普通の洋式のトイレだったら、うん、要は目と目が合うやつじゃないですか。それもそっちも嫌だけど、いやいや、目と目が合うやつだけど、だけど座ってるからある程度隠れるさ。
うん、ある程度っていうかほぼほぼ隠れるよ、座ってたら、うん、これ和式トイレなんで向こう向いてる状態で後ろからパッて来てるから、あーもうとっても嫌だ、 お尻ペロリンチョのやつだ、やだー、水戸黄門様でしょ、あーごめん、あー見て黄門様ね、見て黄門様、見て黄門様でしょ、これもう嫌だー、マンゴーマン、むごいな、いやちょっとね恥ずかしいね、いやーむごい、でももう今ではドアを押さえて入ってるって、手で鍵かけて、あまあそうなるよね、もうトラウマか、何歳ぐらいだって、まあでも居酒屋行くぐらいだからね、相当だと思う、これキューちゃんに言っとこう、今度あのマンゴーマンさん名乗り出てね、スティックプレゼントさせるから、はいはい、次いきますか、はい、はい、ポリコネームはちみつ二郎です、ありがとうございます、先週の7月18日の恋の夏騒ぎ見に行きましたよ、はい、今回初はちみつ二郎兄貴と一緒に来たよ、隣で歩いてたでかいやつ、はい、みんな女性ボーカルでキュンキュンしちゃいました、ポリバの新曲もう一回聴きたいな、まあ、新曲はあれコブラツイストっていう名前ですよ、コブラツイスト辰野さん&アッチなんかすごい日焼けしてたね、うん、そして手だこ祭りハーリー初参加してきたよ、26チーム中で17位でした、1位とは36秒差だったよ、練習したら1位取れたはずね、来年も頑張るさ、そんなに甘くないでしょ絶対、でも26チーム出て17位で1位と36秒差ってみんなもう接戦だ、36秒って結構な差でしょ、そっかそうでしょ、そっかそうでしょ、そんな簡単にいかんでしょハーリーって、でも26チーム17位でハーリーだよ、だでもこんなに出るんだね26チームもすごいね、すごいね、その後にポートリバーズのライブ行ったさ、ギリギリ間に合ったよ、うん、通行止めしてたから焦って走ったさ、盛り上がってたね、今年の地元の祭りは本当に楽しかったねっていうことです、はちみつ二郎さんありがとうございます、はちみつ二郎さん一言言っていい、うん、恥ずかしい話がないんだけど完全無視ですね、あ無視なやつねこれ、完全無視、おーまあ、はちみつ二郎さんね、毎回ライブ来てくれてね、うん、嬉しいよね、新曲ね、うんうん、もう一回聴きたいってことですけど、ね、コブラツイスト、コブラツイストっていう曲だからね、またライブやるときにやるの披露するので、ぜひ耳をもっとこじ開けて聴いてくださいねはい、次いきます、よぎこジャパンさん、はい、はい、ありがとうございます、聞いて聞いて、マーキーに東女くん僕だって明らかにサラリーマンに間違えられやすいじゃないですか、ただのバツイチ独身フリーター爆笑、しかも中部農林高校定時1年生、うん、現在夏休み、一回漫画倉庫に僕売られていたさね今日もどういうことやねん、今日もファミコンで16連出してたからお母さんにあんたはまた漫画倉庫に売るよって言われたセガサタンしてたけどさ、あこんなとこに小さい穴があるからほじくりながらラジオ聞いてるね、番組特製のコカ・コーラゼロはもらえるかな、よぎしこジャパンでしたということですね、ありがとうございます相変わらず漫画倉庫に売られてたんだ、うん、でもねお母さん、昔のお母さん言うよね、うん、もうあんたなんとか売るからねとかね、なんかあのお化けに食べられ食べさせようねみたいなのとかさ、もういい子にしないとこんな捨てるよとかなんとかみたいな感じでしょ、そうそう、ね、今考えたら、うん、あの捨てるよって怖いね、怖い、本当に捨てるもんね、デジ大事にしてたあーちゃんはリカちゃん人形を捨てるって言われたら、はい、とっても怖かったよ、それはもうお利口にするでしょ、あリカちゃん人形が捨てられるってこと、うん、リカちゃん人形捨てはしなかったんだけど、もし親に捨てるって言われたらもうとってもお利口にする、そういうことじゃないんだけど、そういうことじゃないの、そういうことじゃなくて、いや自分がさ、うん、もうあんたはもう捨てるからね、ああ自分自身がね、あさみあんたはもう捨てるよ、もう言うこと聞かんからって言われたら、一回ベランダに放り投げられた時はあったな、ベランダはいいさまだ、外だったらきつくない確かに、もう言われた時ある、あるあるんだ、ある、昔お母ちゃんにあるよ、螺旋階段のお家だったんですけど、うん、僕、うん、そう外に出れって言われて、うん、夜中、うん、夜中って言っても8時9時ぐらいですかね、うん、外に出てもうどうしようみたいな、うん、ひもじんですけどと思いながら、うん、3年生ぐらいですかね、ありましたね、まあ、悪いことしたんでしょ、いやあれさ理由俺今でも覚えてんだけど、うん、うちの親父がすっぽんを、うん、すっぽんのおじさんの友達がいて、このすっぽんのおじさんどういうこと、そう親父の知り合いがいて、うんうん、このおじさんのことを僕はすっぽんおじさんと呼んでたんだけど、なんでよ、まあ、常にしょっちゅうすっぽん持ってくるわけさ、うん、そしてうちの親父はこの、まあ、民謡やってたんで、うん、このすっぽんの血、うん、
がなんかすごいなんかいいらしくて、うんうん、すっぽんの血もらってすっぽん潰して血取ってこれ飲んだりしてたわけさ、うん、でその中でちょっとちっちゃめのすっぽんがいたわけですよ、うん、だからこれあちょうだいっつって、うん、これ買うみたいな亀さんと同じ感覚ですよね、うんうんうん、でこのすっぽんをこの桶に買ってたわけさ桶桶ってわかるあの靴下とか洗う桶よあの周りを結構上がってたねあれですっぽん買ってたわけもう水もちょっとぐらい入れて、うん、であの餌はパンの耳、うん、パンの耳こうやってちぎってあげてたんだけど、うん、デジッパー入れすぎてから、うん、もうなんか意味わからなくなってたさ臭くて、うん、これを風呂場で買ってたんだよ、うん、っていうのでもういっぱい入れすぎて怒られてなんでか知らんけど、うんうん、それでもう外出とけあんたもう外出なさいって螺旋階段からだけどさそうそうこれ水も少ないんじゃないかっていう問題もあったりして、うん、水ちょっと今度いっぱい入れたわけ、うん、したらさすっぽんはさきついさね、うん、ずっと泳がんといけんくないから、うん、足つかんしあそうそれで水入れすぎてこの桶から飛び出してから、うん、螺旋階段から降りてからさ、うん、もうなんかさアスファルトになってた螺旋階段降りればもう最終的なオチはもうアスファルトになってたすっぽんペシャッってからあペシャッってなってたすっぽんを買おうと思うこともすごいし、うん、あれって一応亀の種類なの分からん顔が長いよね気持ち悪いよ一応だからさだから買おうと思ってたのがすごいなと思って買おうっていうかパン食べたのそして一応食べた耳あんまりよく分からん、うん、何食べてたの螺旋階段降りてアスファルトになってたってもうやばいな本当よ切ないはい恥ずかしかったことはいこれあつさんいいんじゃないですかはいどうぞこれはどうぞ何これポリコネームよポリコネームあしたいってポリ俺分かるわけはいポリコネー ネームお名前前メロさんですありがとうございま います先日の話ですとあるバーでの出来事お客さんもほどほどに入っている状況の店内また新しく一人の女性のお客さんが来店すると店内隅の席から千秋千秋どうやら知り合いなのかさらに大きな声で千秋店内中に響き渡る声一人で入店してきた女性も振り返るさらに隅の席から大きな声で千秋久しぶりすると一人の女性が千夏なんだけど勝手に季節を一つ超えたらダメだよ冷静な返答そうなのです隅の席のお客さんは千夏さんを千秋さんと店内中に響き渡る大きな声で間違って叫んでしまったのですそこからの店内の微妙な空気たるものや話のネタにもってこいの雰囲気になりましてなぜか店内のみんなが恥ずかしくなった瞬間でしたそれではスタジオにお返ししまーすこれ前メロさんありがとうございますでもさ本当に旬な話だねこれ僕この場所にいたんですけど、はい、この場所に本当にいたんです、うんうんいて本当に恥ずかしいのと、うん、どうしようっていうのとフォローしないといけないみたいなのといっぱいあって僕この千夏さん千夏さんとあとこあの後半喋って、うん、ごめんなっつって、うん、ごめんなこいつがって言って結局これを間違った人誰なのっていう話なんですあっちも謝ってよちゃんとこれ間違ったのあつさんですよねそうですこれあつさんですよねまあねよく行くバーなんだけどお友達と他のお友達も一緒に行って、うん、それでさ千夏が結構もうあっち酔っ払ったぐらいの時に来たわけだからあ久しぶりっていうあれなんだけど千夏を本当にリアル間違いで千秋って呼んでしまって千秋久しぶりみたいなしかも急にさ結構でかい声で喋ってたもんねだから自分なんかは結構10人まあいかないけど、ねまあ、10人ぐらいいて飲んでて、うん、で千夏が来たもんで嬉しくて千夏って言ったつもりがなんか千秋って言っててでやーよみたいになってからでもマジごめんマジごめん気づいてなかったよね気づいてなかった本当に気づいてなくて、ね、あもう本当ごめんっつってでその時にも謝ったんだけどいいよいいよっつったけど、うん、一応もう本当人の名前間違えるって失礼だなと思ってまあいいんじゃん、まあ、同級生だけどさ それでいい次の日すぐメールもしてからごめんね朝見が夜見って言われてるようなもんだったよねデジごめんみたいな
もう血夏ごめんっつってから、で手だこ祭り来てよっつったら、よるみオッケーってメールが来て、よるみさん、あこれ恥ずかしいな、ね、恥ずかしかったね、うん、恥ずかしい、本当申し訳ないね、まさか自分の恥ずかしいし申し訳ないし、自分の恥ずかしい話をここのメッセージでもらうとはね、デジャスさ、はい、ありがとうございます。あの恥ずかしい感じで曲いきましょうか。あ、そうですね。はい、はい、お願いします。はい、ポートリバーズで帰り道。今日なんか暑くない？暑い。あ、そりゃそうだよ。これ結構そうだよ。これ直近でしょ、地震の位置。あの、あれ地震の位置は自宅からの中で関係ない。カレーさんってだろ、わかんない。まさか自分の恥ずかしい話を人にされるとはな。これあの CM 開けたら、あ、曲開けたら2つの恥ずかしい話。いや、もう普通にメッセージする、うん、キッサーの恥ずかしい話聞くか。じゃあ、うん、どんな恥ずかしい話、面白くない。キッサー髪伸びたね。ああまた伸ばしてる。いやいや、あの昔がもうずいぶん伸ばしてたんで、今逆にその伸びてる感じがしないです。おい、あげげ、そうなんだ、伸びてるよ、大根。あ、みつさん、うちもスッポン買ってたよ、家の中で。なんでスッポン買うの？タツノの話の流れはなんかわかるさ、うん、カメじゃなくてスッポンはなぜ確かに。あ、ミール、こんばんは、出遅れた。こんばんは。ミール、30分過ぎてるよ。だからよ、ミール遅いね。お、寿司食べたい。寿司食べたい、このあの、なんだ、俺さっき何て言ったっけ、ミフィ、ミフィさん、ミフィさん、分かって名前変えてるし、寿司食べたい、うん、おう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 、お、あ、ロディさんもこんばんは。ロディさん、こんばんは。これすぐもう上にブンっていくな。そう、これなんでかな、これマウス変えた方がいいんじゃない？あれ、なんですこれ。あれ、すぐ上に行こうとする。なんですけどね、まだこれですね。なんかこう長いメッセージだとビュンって、はい、いや上に行って、そう、この歯切れよく読めないっていうね。このカレーさんがさっきの。うん。今日は。ヨギシコさん来てないやん。ほんとだ、2週連続来て、今日なんか期待したんだキッサーの話から、うん、セーブバイ、キッサー振るからさ、恥ずかしかったこと、ね、あんまないのかもね。見て、ミフィT シャツ独特そこめっちゃあるわけうざいわけよ、この T シャツ、うざいわけよ、何人いるばみたいな、ね、いるんだよ怖いわこれなんていうの、すごいじゃない、ブレすぎ、ブレすぎ、ほら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 、笑ってるみたいに見えるでしょ、うるさい。マイクあげます。ポートリバースの人生はポリバケツ。今さ、ツイキャスでさ、ひーふーみーさんがさ、T シャツドクドクってから、タツノの。そうそう、顔。タツノの T シャツは人が何人いるのかね、カッパなのか何なのか、カエルなのか何なのか、座敷わらしなのか何なのか。小学生の絵だよね。何個目が、一応さ、これでよくライブもするさ。はい。もう大好きなんです。一応もう見慣れたんだけど。大好き、これ。ポリバもみんな多分これ見慣れてるよね。
よく突っ込んでくれたね、独特のって、はい、ありがとうございます。あっちはもうあえて突っ込んでないけど、はい、はい、今日のテーマは恥ずかしい、引き続きメッセージお待ちしてますよ、皆さんよろしくお願いします。なんでマイク消すかな。俺マイク消したみたいね。はい、引き続きメッセージお待ちしておりま す、はい、でですよ、ああ恥ずかしいってことなんですけれども、キッサー、はい、キッサーのああ恥ずかしい話ぜひ聞きたいな。なるほどですね、はい、1ヶ月ほど前ですかね、はい、お最近だ、はい、最近の話、首里で、はい、食事を取ろうとして仕事場の方3人と、はい、カレー屋さんに向かってたんですね。あカレー屋さんって あのカレー屋に、はい、で向かってたんですよね、歩いて、うん、3人で向かってて、うん、はい、なんか向かいに浴衣屋さんなのか、なんかちょっと和服ですね、藍染めみたいな、はい、うん、あるんですよ、あるある。でそこの前を通った時に、うん、急に何もないとこで、うん、こけたんですよ僕。ほう、あらま、なんかあったでしょ、ダンサーとか。ダンサーもですね、はい、一切なく、ない、綺麗に舗装されたアスファルトだったんですけども、うんうん、すっぽんいたアスファルトに。いなかった。いなかったですよ。今度この甲羅がぼっこになって、そうそうそう、ぼっこになってそれでかなと思って、はい、でそしてその仕事場の2人は心配してくれるのかと思いきや、まあこれでもかというぐらいの大爆笑してて、はい、しかもでもう大爆笑しながら、ま、ポケットマニーに入っていくっていうね。ああそうなんだ。死に恥ずかしかったです。恥ずかしいね。何もなかったところでこけるのはもう本当、はい、あれじゃない、自分のズボンの裾を踏んでしまったとか、はい、そういうことでもないか。半ズボンっぽいズボン着てたんで、裾を踏むほど裾がなかったんですよ。恥ずかしい。まあその後のポケットマニー相当美味しかったですね。ちなみに何食べたの？普通のカレーの甘くて言ったんですけども、インディアンチキン味めっちゃ好き。そうなんです。めっちゃ好き。マーニー美味しいっすね、うん、だけど、あ、カレーの話で思い出した。お俺大阪を拠点とするインディアンカレーってあるんですけれども、うんうんうん、今何店舗あるかな、7店舗ぐらいあるのかな、うん、まあ、当時2店舗か3店舗ぐらいしかなかったんですけど、うん、ここのインディアンカレーが世界一美味しいと思ってる俺。僕はね、やっぱ賛否あるんですけど、僕はもうここのこの最初に甘くて後から辛いのがコーってくる、うん、でピクルスと一緒に食べるみたいな、あれがめっちゃ美味しくて、うーん、誰かなんかインディアンカレーってカレーの美味しいところいいよね、うん、なんか食べたい。 あんまりスパイシー的なあれ苦手だけど、うん、でも辛いの食べたくなるときは本当にまあ、いろんなカレーの味あるもんね。俺グリーンカレーとかも好きですよ、うん、ベトナム料理、うん、汗かきながら、そう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 、あっちやっぱニンニクベースとか、ニンニク効いたこっちのカレーめっちゃニンニク入ってると思う。カレーは本当に好きだな。どこのカレー？マーニー。ああ、ニンニクいっぱい効いてる、効いてる。ほう、そう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 。タンポポね。ヒフミさんよ、タンポポって。しかもミッフィーってば。ああミッフィー、うん、タンポポ行ったことあるよ。名古でしょ、名古。名古で営業した時に食べたよね。行きましたね。美味しかった。あそこなんか昔さら、なんていうの、西洋の喫茶店みたいな、うん、なんかワインとか土曜サスペンスとかに出てきそうな喫茶店。じゃ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 って出されてるってこと。じゃーってこぼされるってこと。じゃ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 みたいな、こぼされる、あーじゃーみたいな、もういやだし、ここにほらなんかここのカレー屋さんこぼすの、はい、結構ルーが濃ゆい色、うん、濃いめの本当に昔ながらのデミグラスソースっぽい色だよね。そう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 、美味しかったね。あーカレー食べたくなってきたよ。夏はねやっぱね、スタミナつけてね、そうめんかカレーですね、うん。はい、じゃあメッセージいきますか。メッセージ来ております。ポリコネームミツさん、ありがとうございます。ございます。鳥さん、あ、ちょっとすいません、マイク触りすぎや。違うわ今日。あ、回る回る。鳥さん、ありがとうの T シャツが可愛かったアーチ、寒風の赤いゴムが可愛かったタツノ、こんばんはミツです。第39回手だこ、ま、てかさ、待って、第39回っていうところがウケるな、うん。第39回手だこ祭りのライブお疲れ様でした。とても楽しかった、はい、初めて行ったけどあんなに大勢の人が集まるって思わなかった。浦添すげえと、バカみたいも久々に聞けてよかった。ああそうだね、バカみたいだと思うね。まあ久しぶりになりましたね、バカみたいもサウンドウェブも、うん、テーマ、ああ恥ずかしいってことですけれど、その時は恥ずかしいと思うけど
時間経つと忘れちゃうよね。もっと恥ずかしいことがあったと思うけど覚えてるのはこれ。小学校4年生の頃、塾の宿題やってなくて上半身裸で外を走らされたことかな。はあ、デージな親だね。こ親なのかな、親がじゃない、あ、塾の先生がか。あ、待って、ちょっと続き読みましょうね。何回か連続で宿題を忘れるとパンツ一丁で外を走らされるわけ。やばいでしょ。塾の駐車場を何周で走るんだけど、通行人や違う教室の生徒にも見られるから超嫌。もちろん女子はやらないで男子だけね。今こんなことやったら大変だはずね。大変だよ。自分は一回上半身裸で走らされたから、次からちゃんと宿題やっていくようにしたよ。友達は何度かパンツ一丁出してたけど、辰野とアーチーの通ってた塾はこんなのあった。あ、塾ね、やっぱ塾なんですね。うん。PS、 アーチーの恥ずかしかったことの予想、あれでしょ、東京で2階のスタジオからの、違うかな。恥ずかしいことを思い出したらまたメッセージを送りますってことです。デジナ先生だね。おお、塾ね。いや、なんで、待って、塾ってさ、お金払って行くわけでありまして、うん、まあもちろん宿題ってやらないといけないですけど、うん、なんか嫌だね。まあでも学これってさ、学生のみんな、他の人たちが宿題やってきた人たちは、うん、授業受けてるわけでしょ、この走ってる人以外は。はい、そうですね。なんかこの先生のやり方変なだな。だからね、うん、なんか当時だったらまだちょっとさ、体罰とかが普通だったじゃないですか。うん、まあ、今きついですけど、昔ちょっとあったんで、うん、それだったらまだ分かるんだけど、なんかこの上半身裸とかパンツ一丁とかさ、ちょっとこれやばくない？今の時代やったら結構な騒ぎにならん？何払うみたいなやつだ。うん、おー、これでさ、もう塾嫌だってやめる人たちもいそうだもんね、子供はね。うん、変なトラウマになってね。僕塾通ってた時はケツバットがあった。はぁ、それも大したもんだよ。いや、シータダスミス、誰？違いますけど、うん、小学校の頃。あ、小学校の時、小6の頃。あ、そうそう、よく授業中飛び出してから近くの商店に買い食いしに行ったりして、うん、塾長に見つかって。小学校から塾行ってもね、お利口に育つ人たちだけど、タツノみたいな、何立つのみたいな、小学生ぐるたちは商店に行って、なんとかあれでしょ、アイスとか買って食べてたでしょ、みんなでグルーになって。なんでグルーでね、グルーにグループよ、グループのことね。なんでグループって言えばいいさ。つるむ、つるーかグルーかって言ってたよ。スルー、つるー、つるむ、あ、つるむ、つるーかグルーか、うん、怖っ。あーちゃん、恥ずかしかったことの様子、なんで東京で2階のスタジオから乗って、全然もう自分が覚えてない。どんな記憶なの、ミツさん。チーンですよ、マジで。もう分からないから。はい、はい、こんばんは。ポリコネーム、カレー。カレーさん。リアルタイムでカレーですよ、名前。いいね、カレーさんからです。ありがとうございます。こんばんは。愛知県から見てます。テーマの恥ずかしかったことですが、僕はよくライブに行くのですが、うん、アーティストが観客にマイクを向けて歌わせるときに、うん、めちゃめちゃでかい声で歌詞を間違えました。近くにいた友達はもちろん、近くにいた友達にはもろぎ声だったので爆笑されました、うん、あー恥ずかしい。だって、あー、なんかわかるな。あー、大熱唱しちゃったのね。うん、間違ったっていう。でもさ、これさ、アーティスト本人からしたら別に間違っても、うん、間違ってなくても何でもいいんじゃない。一緒にこの騒いで撮ってるっていう、そうそうそう、この同じ空気を感じてることが嬉しいから、うん、別になんか、まあでもこのカレーさんはね、恥ずかしかったって言ってるけど、めっちゃ恥ずかしくて、もうカレー汗が書いてるわけでしょ。カレー、もう黄色いカレー汗ばっか書いてるわけでしょ。カレー臭。カレー臭も出してるのかな。あ、はい、もう、そっかそっか。でも初めての投稿じゃない。でも意外とアーティストはそうじゃないと思いますよ、うん、ね、もう一緒に盛り上がってることだけが嬉しいから、うん、もう手あげるとか、わーわー一緒になんか、うん、なんか一緒にはしゃぐ、そう、はしゃぐのが楽しいですもんね。あちも結構前の人に向けることあるんだけど、マイク、うん、もう間違ってても何でも、うん、もう あんまりこのこっち側からは聞こえてないさ、うん、ただ一緒に本当に笑顔でイエーイってやってるのが嬉しいから、はい、まあ、一緒に何かを歌ってるっていう感覚ですよ。そうっすよね、うん、名古屋行きたいな、ライブ、愛知行きたいっすね。はい、はい、じゃあ次行きます。
沖縄コンビーフセンターさん、ありがとうございます。お二人様こんばんは。こんばんは。天然記念級の天然系の私に恥ずかしい話は特にないけど、うん、普通に読み間違いが多々あります、うん、あちらの店のけんちん汁、ちんけん汁ちんけん汁おいしいよねと言ったら大爆笑された後にけんちん汁だろうって突っ込まれたりちんけん汁あと毎年一人ぼっちのクリスマスに何でかきらめく時ときめきの季節をのフレーズを諦めの時途切れた季節と呼んだりしますということです、沖縄コンビニさんからありがとうございます。しかもさ、もうチンケン汁って書いてるんだけど、俺先にケンチン汁って言っちゃったよ、間違った、まあね、ついつい、 いやきらめく時ときめきの季節を諦めの時途切れた季節ってなんかちょっと似てるね、なんかなんかあのラップとかできるん違うこれ。デイジー、あの寂しいクリスマスだな、諦めの時途切れた季節って、はあ諦め時途切れた季節みたいな、なんかねカッコしてへこんでいるのかなって書いてるけどね自分で自分にへこんでますね相当ね、ウケる、うん、はい、次行きましょう。はいはい、ポリコネームあららがまさいがーさん、はい、ありがとうございます。お二人さんこんばんはっしょい。番組に初投稿のあららがまさいがーです。ありがとうございます。ただこ祭りのライブめっちゃ楽しかったさいがー。今日のテーマ、うん、恥ずかしい話ですが、お飲み会の後に友達とコンビニに行き、友達が先にトイレに行き、うん、俺は雑誌を読んで順番待ちをしてて尿意が近づき、はい、トイレのドアをノックし早く終われって言いました、うん、はい、その後友達は俺の後ろのトイレから出てきて、俺はびっくり、うん、なんと俺は女子トイレをノックし早く終われって言ってしまってたのです。ほう、しかもタイミングよく知らない女の人がトイレから出てきて変な顔で俺を見てたんです。すぐ謝り男子トイレに入りました。あの時ほど恥ずかしいことはないな。以上あららがまさいがーでした。あーこれさ、あららがまさいがーさんあれやん、ただあのこの男子トイレと女子トイレのマークを見失ったやつでしょ単純に早く出れって友達が、ま、入ってると思ったところがまさか、まあね、女子トイレを叩いてはず、尿意があったもんだからもうとにかく早く出れってガン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 ってやったんだろうね。あ、そっか。したらレディーが出てきて超恥じだ、恥じですよこれも。この入ってたレディーもデージ焦ったはずね。あ、やばいやばいやばい。でもいいんじゃないですか、なんか逆にうん、あえてやりましたけど感を出した方が一応いいんじゃないですか。そうだね、そしたら恥ずかしくないでしょ。そうねはい、ということです。あ、ポートリバースの曲いきたいと思います。曲いきましょう、聴いてください。 Kiss me baby。タンポポのカルピス最高ってちょっとカルピス、来ないな、あ、ちょっとカルピス飲むの、タンポポで。でもカレーの後にカルピス飲んだら台無しになりそうじゃない。なんかね、口の中この風味が、でも辛いからあれなのかな、お口直し的な感じで。Kiss me babyCM 行きますか。そうっすね、うん、
寂しいやもうデージな。どういう方がいいな。団長ね、恥ずかしかった話で言うと、あれもあり、ああいうことはありませんでした。学校で居眠りしてて先生に起こされて、間違ったお母さん、お母さんが、ね、よくあるやつ。家でってこと。家で、家とかじゃなくて学校で。あららがまさいがわさん、俺は外食でカレーを食べたことがないんです。カレーは家で食べるってイメージが強くて。へえ、上手そうだね、うん、オーソドックスなカレーなのか黄色いカレーなのか、グーは何入れてるのか。やっぱこれじゃない、グーあ、これもあるね。人参は入れるのか入れないのか、うん、人参入れるでしょ。エリンギは入れるのか入れないのか。あ、入れるでしょ。エリン入れるでしょ。キノコ入れん。キノコカレーめっちゃうまいよ。ここキノコ系入れん。いや、入れたことがない以前に僕カレーを作れないんですよ。あっちオクラも好きそうなの。なんでルート化してあれするだけさ。俺さ、ターメリックで作ったりする。ターメリック、もう粉粉え、カレーで。いや、ルーとかじゃない、もうルーとかじゃない、もう元から作ってる。あ、そうなんですか。うん、CM 行きます。ちょっとこだわりすぎてさ、前のインディアンカレーに近づきたくて。公平もそうだったな。料理が全くできないので。葉っぱとかやると作ってた。葉っぱなんか、そうそう、スパイスから作るんですよ、うん、作れるんですね、うん、何だっけ、レモングラス、レモングラスだった。レモングラスはパクチーみたいな感じ。そうそうそう、レモングラスも入れたり。ベトナム、あ、違う、レモングラスは入れん。レモングラスは前、あのヒューマンのあれ行った時にね、レモングラスが入ってたさ、あのチキン、チキンライス。レモングラスはあれだ。残り20秒で CM 開けます。はい、はい、10秒前。9、8、そうそう、マイク上げます。4、3、2、1。ポートリバーズの人生はポーリバケツ。はい、メッセージ来てます。沖縄コンビーフセンターさん、ありがとうございます。安心してください。クリスマスの8割は病気などでリアルに苦しんでいるので寂しくないよ。だって、はい、寂しいメールありがとうございます。寂しいやん。いや、もう寂しいよ。あ、立つの。しかもさ、病気っていうのがさ、そう、病気で思い出した。うん、僕先週病気してまして、あの腸炎になっちゃって、手だこ祭りまあ頑張ったんですけど、僕実はあれ8度5分熱あって、うん、熱ある状態で頑張ったっていう。はい、まあ、お疲れ様です。はい、もうまだ続いてるんですけど。恥ずかしかった出来事は何かありますか。僕が恥ずかしかったのはあれかな、やっぱりあの僕昔バスケットやってたんですけど、ずっとまあ社会人でもやってて、うん、でこのバスケット体育館で終わった後に、うん、コンビニとかでちょっとまあたむろというか、うん、ちょっとなんかみんなでコーラとか飲みながら、うん、あ、今日こんなだったね、あんなだったねってミーティングするんですけど、うんうん、その時は僕コーラ買ったんですよ、うん、コーラ買って、コーラってあのちょっとゲップとか出るじゃないですか、うん、ゲップとか出るんだけど、うん、あのゲップ出しながらちょっとおならがプッて出て、うん、あーやっちゃった、そっちか、そうそう、やっちゃったみたいな。もう10名ぐらいいたんで、10名ぐらいの中でゲップするつもりがプッておならが出てしまって あーごめん、やっちゃった、かわいいやつでしょ、あー、おなら出ちゃったって。そしたらみんなわははって笑ってたもんだから、あ、これ面白いやつだと思って、うん、待って、もう一回飲んだらもう一回出るんじゃんと思って、じゃあもう一回コーラ飲みますって言って、もう一回コーラ飲んだらプーってもう一回出て、やばー、わ、すごい、これなんだこれと思って、俺もしかしておならを自動に出せる人なのかなと思って、そしてこれ、ゆる、そうそう、そしてこれを何回かやってたわけ。そしたら最後、うん、音がどんどんちっちゃくなっていくわけさ、うん、ピューみたいな、なんかピューみたいな感じの、なんかもう最後ちょっと道とかなってたし、最後道とも言ってた、で道ともなってて、
じゃあもう終わりかとかっつって煽られて、うん、いやいやまだ出るし最後一発でかいのかますしっつって、うん、最後ガーって飲んで、うん、おなら出れおなら出れと思ってうんってやったらビチョってからさ汚いカレーが嘘つくなしカレーがあちが恥ずかしかったことはコンビニでバイトしてるときに肉まん2つ買った人に、はい、肉まんを投げてしまったっていうミス、うん、まあそれは皆さんのご想像にお任せします。あとお弁当とポッキーを間違ってポッキーを温めてしまったっていう話レンジでそういうもう他にもあるんですけど恥ずかしかったそういう過去がありますよ。はい。そして、来週ですね、うん、来週8月3日、はい、もういよいよ8月突入ですが23回目のポリバケツ、はい、メッセージテーマが好きな芸人、おい好きな芸人教えてください。そして、ゲスト来ます、重いトランスです。お、久しぶりの重いトランス遊びに来ますよ。メッセージテーマは好きな芸人です、よろしくお願いします。はい、はい、そっか、ね、好きな芸人ね、うん、お考えとこ考えてみて、まあ、考えなくてもすぐ出るんですけど好きな芸人っていやいやいや皆さんの好きな芸人聞かせてください。はい、今週もありがとうございました。ありがとうございました。また来週会いましょう。はい、ではあさみと辰野でした。バイバイ、またねー。